本日はタカさんライブにご参加くださりありがとうございます。風間さんのご協力があったので開くことができて本当に感謝してます。風間さんありがとうございます。で、私とタカさんの出会いというのは筑波でのライブに参加してすごく行ったメンバーがみんな元気になって帰ってきたという、その時からすごく私たちもファンになり、で、タカさんを何度かお呼びして、それで皆さんにもこうして気軽に来ていただいて、とにかくコロナ禍からタカさんはもともとがん の患者さんで余命半年から今まで元気に生き抜いてきた方ということで尊敬する方多いんですが、やはり心の問題はすごく強いと思います。で、コロナになってからもう本当に心の病気になる方が多くて、私薬剤師として働いてるんですが、本当にお薬でもどうにでもならない部分が大きくて、やはりそこはやっぱりタカさんみたいな方の力が必要だなと思ったので、必ず年に一度は茨城でライブを開きたいっていう私本田薬品と娘のカンパニー、本田カンパニーの代表である娘と2人の二人三脚でタカさんにアピールして、タカさんのライブをそれでもう世界配信もでき、本当に皆さんに気楽に来ていただいて、とにかく元気になっていただきたいという、もうそれだけの思いです。今日は皆さんせっかくの機会なので本当に楽しんで、それで明日からの元気につなげていただけたら何よりだと思います。どうか今日は本当にありがとうございました。はい、今日は本当にありがとうございました。この風間電機さんでねさせてもらえることがすごく今回ね嬉しいです。本田カンパニーさん、本田薬品さんの本拠地でもありますし、でそしてこの素敵な場所でこの木の作りで、こうすごくここにいるだけで癒される気持ちでいます。今日はですね、本田先生と夏子さんのリクエストのもとに構成されていきますので、そうですね、28歳でがんにかかってですね、もう25年経ちましたに53歳になってます。病気になる前の歳月と病気になってからの歳月がなんか近づいてくるようで、不思議な感覚でもあるんですけど、一人じゃないっていうか、元気にさせてもらったっていう感じがすごくあります。もちろん自分の力もあったと思うんですけど、一人ではここまで来れなかったと思います。自分の力と周りの人がそれを引き出してくれたなっていう思いで今いっぱいです。じゃあ単純に何が良かったのかなって思った時に、僕の場合、病院の治療もすごく良かったです。それをちょっと置いとくと、僕の中で何が変わったかっていうと、もうシンプルに自分が自分のことをどう思ってるかっていうことがすごく変わったなって思うんですよね。病気になる前となった後、自分が自分のことをどう思ってるか。病気になる前は、なんていうんですかね、自分なんてとか、自分は価値がないとか、無理だとか、諦めることが多かったし、自分なんてもう可能性がないとかね、何かに向かっていくときにそれを乗り越えられる可能性がないとか、そんなふうに自分をすごい過小評価してたな。そこのこう自分への思いがなんかすごく変わったなって思ってます。で、なので僕はもっと気づいてほしいと思って、こうして歌ったりとか講演したりとか本を書いたりとかしています。本当はもっとすごいんだよって、本当はもっと価値があるんだよ、もうそれに気づくだけですごく変わるなって思うんですよね。そんな中でこうやってライブしたりしていくと、来た方の変化をねすごく感じるんです。つい1週間前は四国の剣山っていう山を登ってました。ご存知ですかね、剣山。日本百名山の一つで徳島県にあって、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。鬱蒼と生い茂る山を登っていくんじゃなくて、その稜線がすごい綺麗で、なんかそこにね皆さんをね連れて行きたいなと思って、がんサバイバーで23人で登るってツアーをしたんです。で、そこにいた来た一人の女性はですね、その2週間前、ちょっとがんの転移とかいろいろあって、もう歩けなかったらしいんですよ。歩けない、どうしようかなって。でも彼女の中で、自分は歩ける、2週間後の剣山歩けるっていうふうに自分への思いを変えて、少しずつまたリハビリをしてですね、病気を治すことではなくて剣山を元気に登って帰ってくるっていうイメージをしながら、剣山のためにリハビリをするって言ったらですね、だんだん歩けるようになってきて、本番は時間がかかったんですけど、なんと見事に登頂できました。
やった。ごめんなさい。それとまた1ヶ月前の話をするとですね、僕のライブが福岡であったんですね。で、僕の知ってる人に電話をして、福岡行くんですけど今日空いてますかって、今日に今日連絡するのは失礼かもしれないんですけど、電話をしたら入院中だって言われたんですよ。あ、入院中か、ちょっと神経性の病気で入院してると、じゃあ無理ですねって切ったらですね、そしたらですね、行くって言ってですね、電話かかってきて、病院に外泊許可を取って、なかなかこう足元もおぼつかなかったり歩くのも不自由なので、病院の先生も止めたんですけど、その方はなかなか押しの強い方で、行くわって言ってですね、外泊許可を取って僕のライブに来てくれたんですよ。もうこんな感じで登ってきました、階段を。でライブこう進むうちに、なんか顔が赤くなってきて、なんか体が動いてる感じがして、終わった後はスタスタと歩き始めて、でそのままこう、もうお医者さんもいたんですけど、これはすごいだ、僕にはできない、別に僕のライブがすごいわけじゃないんですよ、自分が自分のことをどう思うか、それが変わるだけでもうすごい変わるんです、体が。で帰ってかれて病院に、で次の日朝、僕の携帯に電話がありました。杉浦さん、ですね、あれから、あ、今日今朝退院することができましたと。退院できちゃったんですよね。まあ、そんなこともありました。なので別に僕のライブがすごいとかそういうことではなくて、持ってる力を過小評価してると、もっとこんな大きな力があるのに、ね、なんか出てこれないというか、なんかこのライブとか、ね、そういうことをきっかけにちょっとだけね、それが緩まるといいなって思っています。ちょっと前置きが長くなりました。まあ、そんな中で、そうですね、僕はがんと言われたときに、最初は、まあ、皆さんも病気って言われたときに、なんとか治してやろうとか、戦って治そうとする人もいると思いますけど、僕そうでした。なんとか戦って、でもですね、戦ってっていう意識だと疲れちゃうんですよね。ああ、もういつまで続くんだろうって思って、じゃあ逃げようと思っても逃げきれなくて、じゃあどうしたらいいんだって思ったときに、あるときこう思ったんですよ。抱きしめてやろう。そう思った時に、なんかスーッとね、力が抜けて、力が湧いてきたような気がするんですね。あ、戦うんじゃなくて、でもまた逃げるのでもなくて、抱きしめるって、皆さんいろいろそれぞれ何かね、抱えたり身に起きたりしてると思うんですけど、一回ちょっとなんか抱きしめてみるっていうかね、そういう感覚を持つのもいいんじゃないかなと思ってですね、そのようなことを思ってできた歌があるんですね。それがですね、逃げられないなら抱きしめてやろうっていう曲です。抱きしめようって思った時に、実はたくさんのものに抱きしめられていたっていうことにも気づきます。まあ、これも本当に愛だと思います。はい、そんな風に思いでできた歌がありますので、聞こえてますか？ありがとうございます。泣きながら走り始めた、暗闇を抜けると眩しすぎる白い世界、どこまでも続く長い長い道、ただ夢中で走り続けた、つまずきながら転びながら走るわけもわからず、考えることもなく、行く手にそびえる高く険しい山、なすすべなく立ち尽くした、前に進めない、もう走れない、そんな時あなたが僕の名前を呼んだ、そんな時見えない祈りに抱きしめられた、僕は再び走り始めた、ぼやけた未来に希望を探して、逃げ出し
現実があって、だからこそ愛おしい現実もある。逃げられないなら抱きしめてやろう。逃げられないなら抱きしめてやろう。泣きながら走り始めた。白線を越えると眩しすぎるスポットライト。どこまでも続かない限りのある道。今この時を走り続けた。笑いながら歌いながら走るわけなど何もない。ただ走りたいだけ。生きることは走ること。走ることは生きること。そんな時みんなが僕の名前を呼んだ。そんな時たくさんの祈りに抱きしめられた。僕はひたすら走り続ける。確かな未来にゴールを見つけて。逃げ出したくなるほど自分が嫌いで、だからこそ愛おしい自分もいる。逃げられないなら抱きしめてやろう。逃げられないなら抱きしめてやろう。なるような現実があって、だからこそ愛おしい現実もある。逃げられないなら抱きしめてやろう。逃げられないなら抱きしめてやろう。このホンダカンパニーさんでライブができるようになったのは2029年の2月からだと思うんですね。オレンジピーポーさんっていうところから、もう5年の間にもうすごい何度も濃いご縁があって、何度もこうして呼んでいただいてですねあ、また行かせてもらえるんだ、また行くのかって思わないですよ。また行かせてもらえるのか。いや本当にすごい強いね、もう思いで本当に抱きしめてくれるチームなんだなって思いながら、すごい逆になんかいつもね羨ましく思ってました。こんな風にしてくれるんですよ。もう びっくりですね。ありがたいです。もうこんな風にしていただいてね、そんな素敵なチームの中でまたねこうして、歌ったりお話ができるのを嬉しく思っています。僕はですね28歳の時に腎臓にがんができて、つい先週かな10月14日に手術から25年ちょうど なりまして、もう25年かってなるんですけど、そのどういう病気だったかっていうと、腎臓にできた肉腫だったんですね。僕の場合はですね、普通の腎臓がんではなくて子どもの脳にできやすい。でその症例としてはどのくらいあるのかっていうと、全国で当時20例しかなかったんです。20人しか同じ症例がなくて、でそれで2年以上生存している人が一人もいなかったので、まあ、症例20でねそれ余命宣告していいのかとかちょっとはてななんですけど、まあ、2年後に生きてる人一人もいないので、両親だけ呼ばれて生存率は2年後 0%、 早かったら半年でしょうっていうふうに両親は聞いたそうです。まあ、どんな思いでね受け止めたのかなって思うんですけど、
まあ、僕にはそれは聞いてなかった。普通の腎臓がんではない、お前のがんは再発する可能性高いっていうところまででした。まあ、それはそれでもう十分ショックだったんですけど、まあ、その後どうなっていくかというと、まあ、手術を受けて、左の腎臓を取って、今右の腎臓一つでずっと25年来ています。その後化学療法、抗がん剤治療を受けて、まあ、その後ですね、まあ、いろんな、まあ、サプリメントとかね、食事療法とか、まあ、ちょっと何が効いてるか分かんないんですけど、いいと言われるもの、まあ、呼吸法とかヨガとか気功とか、まあ、いっぱいありまして、何が効いたかちょっと僕の中では分からないんですけど、おかげで今こうして生かさせてもらっています。まあ、大きかったのはもちろん取り入れたものも大きかったんですけど、やっぱり心の問題ってすごく大きかったなって思うんですね。そのことを今中心にお伝えしています。で、僕が自分のことを自分がどう思うか、もう最初は治せないって思いました。そんなんがんなんて、そんな大きな壁を自分が乗り越えられるとも思わなかった。でもそれは変わったのはなぜかっていうと、僕はですね、がんを治した先輩に会いに行ったんですよね。これがですね、もう、まあ、がんイコール死というイメージに埋め尽くされていたんですけど、でも本当かなと思って調べたのが良かった。いたんですよ。いた。余命宣告受けても元気になしてる人が、25年前でもなんとか i モードとかWindows 95で調べれたんです。調べれてよかった。したら出てきたんですよ。そういう人にですね、会いに行きまくって、自分の中のこう、まあ、脳というか頭の中がですね、がんイコール死から、あ、治ってる人もいる、自分は治る可能性もあるって思えたことが、治るかもと思えた、それがすごく大きかった。そして病気になった人が口々に言っていたのが、私は病気になる前より幸せだって言ってるんですね。と思いました。そんながんと言われて、大きな病気になって、そのなる前より幸せ、嘘だろって思ったんですけど、会う人なんかみんな口々に言うんですよ。それがあんな痛い思いをして、病気になる前より幸せになれるのか、元気になれるのかっていうのが、じゃあすごい希望になりました。病気が治ることも希望だけど、病気が治った後その前より幸せになれるんだって思えた時に、僕の中ですごい大きな希望の光がね、灯りました。まあ、そんな中でいろんな出会いの中で自分への思いが変わっていくんですけど、すごく一番大きかった出来事は、親から思いをもらった時です。余命宣告を受けた時、もう聞いたことあると思います母親父親どうなったかっていうとですね、ショックでその場で、お宅の息子さんの命はもう2年後 0% ですって言われた時に、僕の母親はショックでその場で泣き崩れたのではなくて、バーンって机を叩いて、冗談じゃない、うちの息子は死にません、私が助けてみせます、私が命をかけて産んだこの子は私が守りますから、私は余命宣告は絶対に信じません、そう言い放ってくれました。で、お父さんがおーいって後からついていったということを後で聞きました。後で聞いたんです。その時は余命宣告も知らなかったので、後で聞きました。5年後ぐらいに実はあなたの病気に で余命宣告を私たちは2人だけ呼ばれて受けていた。で、私はその時医者に言ってあった。絶対に信じます、余命宣告なんて信じません、そう言われた時に僕は何て答えたかっていうと、分かってたよって答えました。信じる気持ちって言われなくても分かってたんですね。僕が中で真っ暗闇でもう終わりだって、そんな風に自分の中で閉ざしていた時に、親の信じてるよって思いがどれだけありがたかったか、その言葉じゃなくてもそばにいるだけでどれだけありがたかったか、こんな風に自分がピンチになった時に、なんか自分を守ってくれてる、まあ、それこそ抱きしめてくれてる、そんな思いになった時に、あ、一人じゃないんだって思えた時に、その時になんか自分の中で、あ、自分を信じようって思うことができました。人が人を思う気持ちって本当に大きいです。自分が自分を思う気持ちに自分の中で火がついたというか、こんだけ思ってくれてるなら自分のことをもっと信じてあげようって、そんな風に思えたのを今でも覚えています。自分を信じてあげよう。そしてある時、親がこんなことを言ってくれたんです。高幸が生きててくれるだけで嬉しいからねって言われました。まあ、その時は涙が溢れました。僕はずっと病気になる前まで自分のことが好きではなくて、
いつも口癖は自分なんて自分なんてとか、そんなことばっかり自分の心の中で、もう唱えているというか思ってばかりいました。だからいつも自信がない、いつも人目を気にして、ね、人がどう思うか気になって仕方がなくて、そんな風にいつもなんか、もやもやを抱えて自分を抑えていました。まあちょっとあまり家族の仲が良くなかったので、僕がいい子でいたら家族が幸せになるかもしれない、平和になるかもしれない、そう思っていつもいい子でいよう、頑張ろうって思って、でもなかなかうまくいかなくて、うまくいかない自分を責めて、いつもなんかダメだ、自分なんかここにいる価値ないんじゃないかって、そんな風にこう28歳までずっと思って、だからもっともっと頑張らなきゃ、もっともっと体にムチ打って、もっともっと自分をせき立てて、もっと頑張れって、なんかこうそんな風に自分を追い込んだ結果、もしかして病気になったかもしれないなっていうところもあります。そんな自分をもしかしたら病気が、そうですね、歯がいじめにして止めてくれたのかなっていうところもあります。まあ、そんな中で立ち止まった時に、親が生きててくれるだけで価値があるんだよって言ってくれて、僕の中でそれがすごく大きく変わりました。頑張らなきゃ愛してくれない、努力してなきゃ人間は価値がないって思ってたのに、本当は存在するだけで価値があるんだって、自分の中で自分の思いが変わりました。自分はここにいるだけで価値があって、もうここにいるだけで誰かを幸せにしていて、このままの自分で大丈夫なんだって思えた時に、わっと力が湧いてきたように思います。そんなようなこと時のことを思って、できた歌が、あの大丈夫だよっていう歌がありますので、聴いてもらっていいでしょうか。はい、大丈夫だよです。幼い頃の僕が呼んでいる、下を向き小さくうずくまっている、寂しいのかい不安なのかい、僕はそっと手を差し伸べた。生きている意味がわからないんだね、何を信じていいのかわからないんだね、大丈夫だよ大丈夫だよ、20年後の君はとてもとても幸せだから、ほら僕の顔を見てごらん、いつから君は一人になった、上目遣いに人を見上げている、恐れてるのかい逃げ出したいのかい、僕は君をそっと抱きしめた、何が幸せなのかわからないんだね、自分を信じることができないんだね、大丈夫だよ大丈夫だよ、10年後の君はとてもとても幸せだから、ほら僕の身を見てごらん、君の呼ぶ声に僕は振り向いた、悲しげに遠くを見つめている、
苦しいのかい痛いのかい僕は君を強く抱きしめた未来の自分が見えないんだね全ては夢と言ってもらいたいんだね大丈夫だよ大丈夫だよ明日の君はとてもとても幸せだからほら僕の笑顔を見てごらん今日はありがとうございましたありがとうございましたいろんな出来事を乗り越えて今ここにいると思いますそんな自分に OK を出しながら未来に向かって歩いていきましょう未来の自分僕の呼ぶ声に君は振り向いた確かな足取りの未来の自分幸せかい楽しいかい君は僕を強く抱きしめたやっと僕らは一つになれたね本当の自分に出会えたんだね大丈夫だよ大丈夫だよ何が起きてもずっとずっと離さない共にこの今を生きてゆこう全てが OK どんな自分も OK 全てが必然で全てに意味がありある心もこれからの道も何一つ無駄はない大丈夫だよ大丈夫だよ君の命はとてもとても輝いて大丈夫だよ どうして元気になったんですかとかよく言われるとですねどうかなっていろいろその時によって答え方がね違ってたりするんですけどまあちょっとかっこつけてねあの病気のメッセージを受け取ることができてとかなんか生き方が変わってとか言ってる時もありましたちょっとかっこつけてでも本当かなって思った時にあの時どんな気持ちだったのかなって思ったらやっぱりですね生きたかったんですよねどうしても生きたかったその気持ちがやっぱり強かったんじゃないかなって今は思いますどうしてもね生きたかったもうそれはねでも諦めそうになることもありましたでもまだまだもっとやりたいことあるし生きたい生きてやりたいことたくさんあるなんかその思いがなんかやっぱりその思いに寄り添えたことが良かったかなって思います生きることは諦めになることそうになることもあると思いますでも体は、ね、いつも生きようとしています自分が諦めても体は最後まで諦めないと思いますこの60今37兆っていうんですかねその細胞たちは生きようってずっとずっと応援してくれていると思います。その思いに寄り添えたんじゃないかなって、そんなふうに思います。
そんなマグマのような生きる気持ちを歌った歌があります。そうですね、日本人っていうと、桜をめでると花びらを見ながらちょっとね感傷に浸るというか、ちょっとセンチメンタルな来年の桜見れるかなとか、あんな風に散っていくのかなって、なんかちょっとそういう想像しちゃったりすると思うんですけど、ちょっとでも捉え方を変えると、桜っていうのは毎年花を咲かせますよね。何百年も風雪を耐えてですね、毎年花を咲かせるということは、花びらは散るけれどもその生命力はずっと生き続けてきてるんですよね。そんなとこに散りゆく花びらではなくて、桜のこれまで生き抜いてきたその生命力に思いを重ねようって思った時がありました。そんな思いになったちょっと暑苦しい歌なんですけど、桜っていう歌がありますので、皆さんにもそんな、ね風雪を耐えてきた生命力が あると思います。これからもきっと耐えていけると思います。そんな思いでできた歌がありますので、行く花びらに己を重ね、涙流すのなら、今日まで生き抜いた命のたくましさを共に共に称えよう。金槌の僕は三途の川で溺れて、何の因果か向こう岸まではたどり着けなかった。激しく襲う痛みに顔が歪んでく、今は負けておくよ、絶望に心が染まらぬように、雨風に打たれて心折れそうな日も、土の中では命はきっと光り輝く、春の訪れ信じて歩いた。散りゆく花びらに己を重ね、強く生きてゆこう。幾千の月日が刻まれた証を共に共に称えよう。絶やすことなく祈ろう。闇がこの世界を包むと聞こえてくるのは、父と母の声、耳を澄ませばいつも涙が溢れた。かわってあげたい私の命を差し出しても、ただありがとう、変わらなくていい、僕が元気になるよ。自分の行く道は自分で選ぶんだ、そう決めたら命はきっと答えてくれる。笑顔先を信じて歩いた。散りゆく花びらに己を重ね、希望を抱けたなら、見上げる星空に
輝ける未来を共に共に描こう。疑うことなく信じよう。神様の胸ぐらを掴んでいってやる。僕はここに残る。まだやりたいことがある。自分はこんなもんじゃない。ここから始める。本当の自分の人生、笑顔で希望で染めてやれ。散りゆく花びらに己を重ね、涙流すのなら今日まで生き抜いた命のたくましさを共に共に讃えよう。知りゆく定めなら己のままに今を生きてゆこう。遠慮などいらない。咲き誇れ命を。絶やすことなく祈ろう。疑うことなく信じよう。ありがとうございました。この曲ができたとき、思いついたときはですね、三重県の友達がど根性桜っていう桜の写真を送ってくれたんですね。それはですね、まさかまさか桜がアスファルトを突き破ってもうね生えてというか根を生やして高校と花を咲かせてるっていう写真でした。これを見た時にやっぱ本当自然の力とか人間も自然の一部なんで、人間の可能性は人知を超えるなと。人の予測なんてもう鼻くそですよね。言い方は良くない。人の予測とか例えば余命宣告とか、ね、病気はこんなもんだとか、そんなんもうはるかに軽く超えていくのが人間なんだと、なんかねその自然を見ながら思わせてもらったので、その自然の力、自然治癒力ってよく言う力ってね、誰にも備わっていて、自分が思うほど小さくなくて、ね、この自然教ここもいっぱいありますけど、その力をねいっぱいもらってですね、自らの自然の力を今日なんか湧き上がらせてほしいなと、そんなふうに思います。はい、ということで僕はでもいろんな人からそのパワーを引き出してもらってきました。いろんな出会いの中で、これを聞いたことある話だと思います。こちらの皆さん寝てても大丈夫ですよ。大丈夫ですか？起きてます。はい、大丈夫です。こちらの皆さんもそうなんですね。もう忘れましたよね。でもね、看護学生さんね、もう大きかったですね。存在としてはですね、看護学生さんが僕に問いかけてくれたのが、杉浦さんの夢は何ですかって言葉だったんです。入院中に最初は何聞いてんだろうって怒りが込み上げてきました。こんな病気の自分に夢なんか聞くなよって最初怒りが込み上げてきたんですけど、でもこの辺止まったんですよ。ちょっと待てよと、あれ、こんな自分は夢を見ちゃいけないとか未来がないって誰が決めてんだって思った時に、紛れもなく自分だって思ったんです。自分が自分をどう思うか、がんだから夢は叶わない、未来は描いちゃいけない、自分がそう決めてたんですよね。かわいそうって思いました。そんな風に自分の未来を制限してるなんて、限界を作ってるなんてかわいそうって思った時に、よくぞ言ってくれた。そうか、病気が治った後の自分を見てもいいんだね、がんだからって夢を見ていいんだって、そう思った時に、
なんかすごい変わりました。その自分への思いが、自分の可能性は自分で決めちゃいけないって思ってから、それまでは病気を治すために生きてたんですけど、変わりました。治すために生きるのはやめよう、生きるために治そうって思ったんです。この違いは自分の中でものすごく大きくて、病院の中で自分への思いが変わりました。先があると、治った先を描いていいんだっていうふうに自分への思いを変えたときに、めちゃくちゃワクワクしてきました。先週剣山に山へ1週間前歩けなかった女の子が、女性が登れたっていうのは自分の思いを変えたんです。歩いていいんだと、自分は1週間後剣山に登ってきていいんだ、自分への許可を出した、自分をそれを許したっていうことが、その思いがすごく大きかったんじゃないかなと思います。やっぱりその自分の思いが、脳がどういうふうに自分のことを認識してるかっていうのはすごく大きいです。あのサッカーの中田英寿さん、分かりますかね。彼がインタビューに答えてました。なんでトレーニングするんですかって言ったら、僕は体を鍛えてるんじゃないんです、脳を鍛えてるんですって言ってました。こんなふうにやりながら、体を鍛えてるんじゃないです、体がここまで動くんだっていうことを脳に教え込ませるためにトレーニングをしてるんだ。ちょっと話が飛んじゃいましたけど、はい、なのでもったいない、僕はもったいなかったなって思いました。できるんだ、自分は治った後、自分は夢を叶えていい、そういう許可を出してから自分はすごく変わりました。病院気でもう知ってると思いますが、寝る前にホノルルマラソンに行きたいなって僕は思ったので、諦めてたなと思って、諦める必要はないと思って寝る前にその夢を描いてですね、もうね、あのゴールではおたけびを上げて、まあ、変な患者でした、今で言うと予祝とかイメージトレーニングとかいろいろな手法で言われますけど、まあ、そういうことを僕は知らなかったんですけど、自然にやってました。そしてもう一つ諦めた夢があって、それが結婚っていう夢だったんですね。結婚諦める必要なかった、そうだ一緒に叶えてあげようと思って思いつきました。そうだ、ホノルルマラソン走ってゴールに結婚する奥さんが待っていて、ゴールで抱き合って次の日ハワイの教会で結婚式を挙げるという、そんな無謀な夢を描いたときには鼻血が出るぐらい興奮しました。ごめんなさい、この話もしてますね初めて会う方も本を読んで知ってるとか、あら、そうだったんですか、何だったんですか今僕は、ピエロだったんですか、冗談です知ってた話ですね。まあでもね、本当にそのいうふうに毎日その寝る前に描いていたっていうのは、自分を信じるってことにつながったと思います。まあ、実際その夢は、手術から9年後に本当に叶いまして、はい、で今は、はい、あのやっぱり自分のが自分の思いを制限するのもったいない、一緒に引き出していこうということでチームを作って、チームで、がん患者さんでホノルマラソンに行くツアーを作っています。その一環がつい最近が剣山に登るっていうツアーでした。で来年また霞ヶ浦のマラソンに出ると思いますので、よかったらね、霞ヶ浦マラソンエントリーしましょうね。今回はもっとたくさんで出ましょう。だいたい今まで1人とか2人ですよね、ね、あっくんとかね、来年、あ、今年2人だったね、あ、一緒に出て、あ、そうだそうだ、早かったね。来年はもっとたくさんでね、よかったらね、今日まだ1年ない、1年ないか、半年あるので、半年ありますので、チーム本田さんでよかったら出ませんかね、引きつってますか、大丈夫ですかよかったら、あ、まあ、もし病気、ね、持ってる方がいたら、ね、あの治すために生きるんじゃなくて、ね、霞ヶ浦さん走るためにちょっと治療するとかね、変わりますよ。僕抗がん剤治療しながら治すためだったらもう萎えてたと思います。でもこの治療も、あ、ホノルマラソンにつながるんだ、結婚式につながるんだと思うと、なんかね、受けることがなんか、まあ、耐えることができたような気がするので、もしよかったら参考にしてください。はい、でもそんな中で人が人を応援する力ってめちゃくちゃ大きくて、ツアーにすることによって一人じゃないんですよね、チームで行きますよね。もう応援の力って本当に大きいんですよ、本当に大きい。病気を治していく道のりもですね、やっぱりいろんな人が声をかけてくれて応援してくれたおかげで、やっぱりね、生きる力が湧き上がってきたと思いますし、走ってる時も応援の声があると足が前に進まない、進んだりしますよねなので今日もしよかったら自分への思いを変えたと思います。もしよかったらね、自分を応援した時間があったと思います。で、ちょっと今からの時間は誰かを応援する時間にしたいなと思いますが、よろしいでしょうか。やった、自分に大丈夫だったのがですね、次はですね、君なら大丈夫に変わります。隣の人を応援したいと思います。こんな感じでちょっとね、応援歌があります。お願いします。
ての小鹿のように足元ふらついてる。膝をついては立ち上がり、それでも前に進んだ。目指すべき場所は遥か遠く、晴れ渡るハワイの空。行きつ戻りつだったけど、自分を信じて歩み続けた。君なら大丈夫、良くなる大丈夫、夢は叶うよ大丈夫。笑えば大丈夫、泣いても大丈夫、何があっても大丈夫。君が諦めたとしても、命は君を諦めはしない。ふらふらだった足でここまで来たんだろう。鏡に映る自分があまりに情けなくて、どうしてこんなに自分を追い込んできたんだろう。でも痛みは教えてくれた、幸せになっていいと。元に戻るんじゃなくて、前よりもっと輝いて生きればいい。君なら大丈夫、良くなる大丈夫、夢は叶うよ、はい、大丈夫。笑えば大丈夫、泣いても大丈夫、何があっても、はい、大丈夫。君が諦めたとしても、命は君を諦めはしない。すっぽり抜けた髪もまた生えてきたんだろう。山を乗り越えてきた君だから、元に戻るんじゃなくて、ゴールの向こうに輝く光を見つめて。君なら大丈夫、良くなる大丈夫、夢は叶うよ、はい、大丈夫。笑えば大丈夫、泣いても大丈夫、何があっても大丈夫。君が諦めたとしても、命は君を諦めはしない。すっぽり抜けた髪もまた生えてきたんだろう。ふらふらだった足で街を駆け抜けたんだろう。ダッタ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 ダダ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 、はい、大丈夫。ダダ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 ダ、大丈夫。ダダ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 、大丈夫。ダダ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 、オッケー、レディ、大丈夫。ありがとうございました。ありがとうございました。誰かの応援するとよくね、オキシトシンが出るとかね、いろいろ言われてますよね、愛のホルモンとか。いや本当に出るんですよ。オキシトシンはなんか免疫力を高めたり、まあ、血液の炎症をまあ抑えたりするってことも分かってます。でそのそうか、何年か前にこれも話したことあると思うんですけど、病院の先生が、懇意してる先生が、ちょっと杉浦さんのライブでなんか元気になっていく人がいるのはなんでだろうって、ちょっと科学的に検証したい、どういうことと思って、なぜ元気になるか、オキシトシンを調べようってある時言われたんですよ。ライブ前の来てくれたお客さんのオキシトシンの量とライブ後のオキシトシンの量が上がってるか下がってるか唾液で分かるんですね。できちんとした国の検査機関出すんですよ。杉浦さんそれやりましょうって言われた時に、僕はえって思いました。だってこれ僕にとって引退をかけたライブになるんですよ。そうですよね。
これオキシトシン落ちてたら僕今まで何やってたんだろう、二十何年今までの活動やらない方が良かったじゃんってなっちゃうじゃないですか。でもね、もう意を決してやりましたよ。ここにいるということはほとんどの人が上がってました、よかった。でもね、一人下がってました。これもまあ一人それぞれなんで、でも下がってた人もすごい最初高くて落ち着いたって感じでした。どんだけワクワクしてきたんだろうと思って、来たらこういう感じかと思って、いや心が落ち着いたんだと思う、勝手に解釈してるんですけど。なので、ね、誰か応援するってこともね、自分にとってのなんかいいホルモンが出たりしているし、例えばがん抑制遺伝子っていうのもいろいろ今発見されてきてるんですけど、それも誰か応援したり、でも、一番最初は自分かな、自分を満たしたりとか愛したりとか、誰かを愛することによってなんかそういうホルモンはね、たくさん出るらしいので。でもですね、これも面白いもんでですね、がん抑制遺伝子が出すぎてもダメらしいんですよ。ということは愛しすぎてもダメなんですよ。愛しすぎるとやっぱちょっとね、強くなりすぎちゃうという、こっちに変わっちゃうといけないんで、あんま執着しちゃいけないけど、ほどほどに愛するっていうのが難しいですね、これは。何の話ですかね、すみません。ということらしいです。はい、ということらしいです。座らない方がよかったね。あ、今座って大丈夫です。はい、ということで、はい、やっぱり、ね、誰か応援したり触れたりするっていうね、やっぱり自分にとって力になると思います。ちょっとコロナの時にね、やっぱりちょっと触れたりとか握手もできなかったりとかハグもできなかったりって、やっぱあれは免疫力をだいぶ落としてたんじゃないかなってね、そんな気もしていますね。はい、という中で、あとアンコール含めて3曲歌います。いっちゃいました。ちょっと空気を読んでいただいて、 あと2曲で言えばいいのか、あと2曲歌います。今日伝えたいなと思ったこと、あ、そうだな、自分が自分への思いがやっぱり変わってきたっていうのはすごく大きかったんです。でもやっぱり波はありました。僕はですね、ホノルマラソン行くぞって夢描いて、結婚するって描いて、まあ最初はね、ホノルマラソンだけ行ったんです。半分夢は叶った。それまで何年かかったかっていうと6年かかってるんですよ。6年、手術が1999年で、そこから初めてホノルマラソン行けたのが2005年、で6年かかってる。ホノルマラソンって毎年あるんですよね。毎年ホノルマラソン情報が来るんですよ。どういうふうに自分が見送っていたかっていうと、まあ、1999年12月は入院中でした。さすがに、まあ、今年は無理だよ。2000年12月、いやまだ1年だし病み上がり。2001年12月、まあ病み上がり。2002年12月、病み上がり。2003年12月、はい。2004年12月、2005年12月、すみません、変なコール&レスポンス、コール&レスポンスしてたんです。本当に聞かれるたんびにですね、杉浦さん今年こそホノルルじゃないの、いや病み上がりだから、にずっと自分で自分に病み上がりにしてたんですね。その人に答える答えは、僕は自分自身に言ってる言葉と一緒でした。考えてみるとですね、5年も経ってもまだまだって、あ、そりゃ体調も良くならないわ。ずっと僕は低空飛行でした。もう1年2年で元気になるつもりだったのに全然ならなかった。腸閉塞を繰り返すし、まあ焦ったっていうのもあるかもしれないけど、自分で自分を病人の檻に入れてたんですよね。病気になるとかまってちゃんになるので、なんかね、何でもしてくれるんじゃないですか、支えてくれると、もう自分は支えてもらえる存在なんだっていう意識が強すぎて、一人で生きていけなくなっちゃうんですよ。どこに行くにもついていくとかね、なんか支えてくれるのが当たり前になっちゃって、だからそうなると心も体も立ち上がっていけない、ずっと低かったんですよ。でも2005年12月にホノルルマラソン行くのって聞いてくれた人だけは怒ってくれたんですよ。バカじゃないの、あなたは、その言葉があなたを病人にしてるのよって言われた時に、その通りって思って、確かにもっと早くって言っても、まあタイミングだったと思うんですけど、やっと気づいて、自分自身に病人だって声をかけるのやめよう、あ、もう僕は病人じゃない、病人っていうスーツを脱ごうって初めてもう心の中で脱いでみたんですよ。で、今年こそホノルル行くぞと、そうですね、22歳の時に4時間切って走ったんですよ。だからもう結構走れ、よし1キロ走ってみよう、もう僕は病人じゃない、
1キロホノルルに向けて走るぞって走ったらですね、1キロ走ったら倒れました。はい、もう病人ってスーツ脱いだけど体は一緒でした。からでもね、心は変わってたので、病人という意識のままだったらもうそこでやっぱりなってやめてたと思うんですけど、僕はもう病人じゃない、自分で次の日も走ろう、次の日は 1.1 キロ、また次の日 1.2 キロ、また次の日 1.3 キロ、100メートルずつ伸ばしていったんですよね。そしたら1ヶ月後に3キロ走れるようになってました。4ヶ月後に7キロ走れるようになってました。2ヶ月後か、7キロ、3ヶ月後はホノルルマラソン本番でした。その頃はもう10キロ走るようになってて、本番は 42.195キロを一歩も歩かずに5時間28分で完走できました。やったー、ありがとうございます。いやー、3ヶ月でした。自分が自分をどう思うかって、こんなに体を変えるんだなって思ったので、ぜひ参考にしてください。これ体の病気も一緒だと思います。心の病気も一緒かもしれない。ちょっとだけでいきなりね、俺はもう幸せで元気でなんて、ちょっと無理があるので、ちょっと変えるだけで、あ、僕はそこまで歩けるとか、あ、来年の霞ヶ浦マラソンぐらいなら走れる力あるなとか、ちょっとだけ変えるだけで、体はね、心が先です。体が後から、唾が飛んじゃいました、すみません、唾が飛びました。はい、ついてくると思いますので、よかったら来年走りましょう。あ、というか来月ですね、奈良で世界遺産巡りツアーするので、ちょっとだいぶ遠いですけど、よかったら前日入りして一緒に世界遺産を巡りながらですね、ガイドさんと楽しく、ガイドさんのガイドを聞きながら一緒に歩いてランチして、デザート食べて、またライブ聞くっていうのが、今日チラシがあるので、もしピンときたらですね、一緒に、まあそんなツアーも、そういう場所をね、作っているので、よかったら参加してみてください。はい、という中で僕はやっぱり人に生かされてきたなと思います。はい、そんな中でできた歌がですね、並木道っていう歌がありますので、はい、聞いてほしいなと思います。ぜひここの皆さんもつながってもらえたら嬉しいなと思います。諦めないで、一人じゃないよっていう思いで、ぜひホンダカンパニーさん、そして風間電機さんを中心にですね、この縁がね、つながったら嬉しいなと思います。諦めないで、命の輝き取り戻して、一人じゃないよ、何があってもどんな時もそばにいるよ。二人で歩くイチョウ並木、つないだ手と手、暖かいね、木漏れ日が二人の道を照らす、時が止まればいいのにね。鳥のさえずりが朝を告げる、目覚めた奇跡噛みしめて、誰もが一人で空に帰る、生きる喜び抱きしめて、当たり前に繰り返す日常に、突然闇が舞い降りた、繋いだ手と手、強く結び直して、一緒に光を探しに行こう。諦めないで、命の輝き
取り戻して一人じゃないよ何があってもどんな時もそばにいるよ汗だらくていい立ち止まってもいい一歩ずつ二人で二人で眺める稲穂の波懐かしい思い出揺れている夜空に瞬く星たちが今を生きてと光届けてる何気ないふとしたつぶやきに本当のあなたの思いがある遠い記憶に押し込めた願いを手繰り寄せ一緒に夢を叶えよう立ち上がれるよ何度でも何度でも生きている限り信じているよ命の灯火きらめいて涙してもいい甘えたっていい全て受け止めるから今日はありがとうございました。よかったら隣の人とちょっと手をつないで、はい、あのいつもやってますが隣の人とぐるっと、はいはい、手をつないで、はい、お友達たくなんで一緒に、ね、来てくれた一緒に来てくれてありがとうございました。諦めないで命の輝き取り戻して一人じゃないよ何があってもどんな時もそばにいるよ出会ってくれてありがとう生きててよかったね生きてるだけで素晴らしいその手離さないでラララララララよかったら一緒にどうぞララ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 ラ乗り越えなくていい笑い合えるなら許された時を生かされた今を大切に刻もう病気を治した先輩に会いに行ったという話をしておりました。そういう人たちに会いに行ってなんか自分のものだけで持っておくのはもったいないと思ってあそうだと思ってそういう人たちを取材して雑誌にしていろんな人に読んでもらえばいいんだと思って、病気から6年後ですね今から20年前にこのメッセンジャーという雑誌を作り始めました。僕も会いに行けるので一石二鳥僕も元気がなかったのでそこで元気をもらって発信してそれで喜んでくれてまた僕が元気になんかもらっていくみたいなそんな循環が生まれた雑誌が
メッセンジャーという雑誌でした。これでたくさんのご縁もいただいております。もしよかったらですね、最新号から62、61、60と持ってきています。最新号は食養生、食事療法を、ね、中心に取り組んでいた方、いる方を特集していますので、興味ある方は、はい、1冊500円です。もう500人ぐらいもう取材をしまして、20年経って、その中で特にステージ4から生還されて元気になっている方を8人選んで、この本ができております。余命宣告とか、まあ、ステージ4だよって言われても10年ぐらい経ってる人の生き方、すごくすごく病気あるなしにかかわらずとても参考になると思いますので、よかったら読んでみてください。彼らの共通項みたいなものも僕は最後に分析してますので、よかったら参考にしてください、はい、よかったら、はい、で最後はそうですね、はい、ラブソングという歌がありまして、ラブソングといっても大切な、まあ、好きな人ということではなくて、まあ、たくさんの恩人がいまして、特に、まあ、いろんな人はもう親はちょっともう当たり前なんですけど、ちょっと置かせてもらって、僕に怒ってくれた人、最後ホノルマラソン行くきっかけを作ってくれた人、お前はその病人という言葉でお前は自分を病人してるぞっていうふうに言ってくれた人に向けて、まあ、その人がいなかったら多分今ここにいないかもしれないので、その人のおかげで歌を歌うこともできているし、その人に向けてできたラブソングありがとう、皆さんもよかったら、この人がいなかったら私今の自分いないなって思う人って一人二人じゃなくて、もう両手両足でも収まらないぐらい浮かんでくると思います。もしよかったらそんな方々を、ね、浮かべて聞いてもらえたら嬉しいです。あなたの勇気と明るさにどれだけ励まされているのでしょう。あなたの思いやりと優しさにどれだけ支えられているのでしょう。あなたの背中が灯火となり私の行く手を照らし続けます。あなたと出会い、あなたと出会い、私の人生は変わった。あなたと出会い、あなたと出会い、私の人生は輝きました。地球上に咲くすべての花を集めてあなたに捧げても足りないくらい感謝をいます。宇宙に散らばるすべての星を集めてあなたに捧げても足りないくらいに感謝をしてI の不安と悲しみがどれだけあなたに癒されてるのでしょう。私の幸せと喜びがどれだけあなたの影なのでしょう。あなたの背中が軽くなるのなら
私に思いを分けてください。私はあなたの、私はあなたのお役に立っていますか。私はあなたの、私はあなたの命を照らし続けたい。地球上に咲くすべての花を集めてあなたに捧げても足りないくらい感謝をしています。宇宙に散らばるすべての星を集めてあなたに捧げても足りないくらいに感謝をしています。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。風間電機さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつか運命のカーテンが私たちを遮る時が来ても、私はあなたを感じるでしょう。あなたも私を感じるのでしょう。ずっとずっとつながってゆくでしょう。永遠によろしくね。地球上に咲くすべての花を集めてあなたに捧げても足りないくらい感謝をしています。宇宙に散らばるすべての星を集めてあなたに捧げても足りないくらいに感謝をしています。ありがとう、ありがとう、ありがとう、これからもよろしくね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、本当ですか？あ、本当ですか？幸せなアンコールいただきまして。ありがとうございます。じゃあアンコールで曲歌い、はい。はい、あの心音という歌を、ね、歌いたいなと思うんですけど、まあ、心と音と書いて、まあ、心音というふうにも、ね、あ、読んだりすると思うんですけど、やっぱりね、あのここして生まれた命が、ね、あの輝いていきますように。この歌はあのそうですね、そうある、まあ、障害者さんの施設の利用者さん、まあ、その、あの、まあ、団体のテーマ曲として歌を作ろうという企画があって、利用者さんに言葉を書いてもらいました。親御さんとかまたは支え、まあ、スタッフさんへの、まあ、どんな思いがあるかっていうのを出そうということで、僕が提案をして出てきた言葉が、僕に生まれてよかった、あなたと出会えてよかった、そんな言葉ばっかりでした。ちょっと遅いかもしれないけど見守ってねとか、あ、まあ、なんか本当に気持ちが、あ、僕も一緒だなと思って、僕に生まれてよかった、あなたと出会えてよかった、
これ以上の言葉ないなって思いました。これは言われた方も喜びますけど、言ってる自分も、僕に生まれてよかったなんて言われたら、この37兆の細胞もめちゃくちゃ嬉しいんじゃないかなと、めちゃくちゃなんか応援してくれるんじゃないかなとか、そんな風に思ってですね、そういう歌がね、できてきました。今僕はですね、家で里親制度っていうのがあって、ちょっとここはちょっと多分カットすると思うんですけど、やってるんです。これは短期で里親、短期の療育里親っていうのもあってですね、2泊3日で預かったりとか、3週間、この前3週間来てました、赤ちゃんがですね、まあ、いろんな事情でですね育てられない、ご夫婦がいて3週間預かって、その後また別のところに、本当に子供にしたいご家庭に行くまでの間だったり、今回の子はそうですね、児童施設に行きましたけど、本当に幸せであってほしいって願うばかりなんですけど、その里子の中で付けられる名前で一番多い名前が愛だそうです。愛という言葉が一番ついてる名前が一番多いそうです。それはやっぱり育てたかった思い、愛してるよっていう思いと、愛されてねっていう思い、いろんな思いがあるんだと思います。いろんな状況の人たちがいます。本当に全ての生まれた命が、ね、幸せを感じながら自分の人生を全うしてほしいなという、本当に願うばかりで、それには自分一人の力も大事ですけど、周りで、ね、支えてくれる人の力もめちゃくちゃ大きいので、なんかちょっと困ってる人がいたら、ね、手を差し伸べたりとか、ちょっとしたことで、ね、エールを送るとか、もうできてると思いますけど、なんかね、さらになんかそんな、またたくさんの人とつながっていけたら嬉しいなと思いで、そんな根が今日また少し張り巡らされたらいいなと、この風間電機さんを中心にまたなんか根っこが広がっていくようなイメージで、心根の根は音ですけど、根っこというふうにも捉えながら歌いたいなと思います。僕に生まれてよかった、あなたと出会えてよかった、だって僕はこんなに愛されているんだから、決して偶然じゃない、僕は不幸でもないよ、うまく言えないけど、僕の笑顔がその証だよ。誰かと比べたりしないで、ゆっくり自分の道を歩いてく。僕に生まれてよかった、あなたと出会えてよかった、だって僕はこんなに愛されているんだから、思い切り笑って思い切り泣き叫んで、今という時を思い切り生きている、あなたがつないでくれた命輝かせるから、うまくいかなくても焦らなくてもいいよ、僕は諦めないから、そっと見守っていてほしい、誰かと比べたりしないで、ゆっくり自分の道を歩いてく、もう泣かなくていいよ、自分を責めたりしないで、だって僕はあなたを選んで生まれてきた、思い切り笑って思い切り泣き叫んで、
あなたを幸せにするために生きている。闇が僕を包むけど光は届いてるから、産んでくれて育ててくれてありがとう、感謝を込めあなたに捧げる歌、心からのメッセージ、ずっとずっと一緒にね、幸せでいようね。僕に生まれてよかった、あなたと出会えてよかった、だって僕はこんなに愛されているんだから、思い切り笑って思い切り泣き叫んで、今という時を思い切り生きている。あなたがつないでくれた命輝かせるから、僕が選んだ人生精一杯生きるから。ありがとうございました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 。